はい、皆さんこんばんは。9月の6日の水曜日夜7時、ミュージックボックススタートでーす。はい、ということでございましてですね、MC はね、第1、第4の水曜担当ミュージートク、そしてですね、天の声さんもね、たまにはね、こうね、参加してもらいたいなと思うんですけども、はい、FM81.5 メガヘルツラジオスイート八日市駅中スタジオから8時までの1時間生放送でお届けいたしますね。これは言っちゃいけねえなっていうこともですね、ひょっとしたらポロッと言うかもしれませんね。その時はピー入れてくださいね。ということでございます。滋賀をね、拠点に活躍するミュージシャンを応援する番組、何年だ、もう17年続いてるんですね。本当にもう生きた化石かいという感じでございますが、今夜もですね、素敵なゲストを招いて、1時間たっぷり、いろんな話をね、お聞きしていきたいというふうに思っております。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということで早速素敵なゲストさんを紹介したいと思います。今夜のゲストは野田さんちのお二人さんです。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。野田さんちです。はい、全く野田さんちですね。全く野田さんちですね。はい、私ね、ちょっとね、告知の方にね、野田清隆さんというふうにね、書いておったわけでございますが、なんと野田清隆さんとね、あや様とお二人お揃いでと、初めてですね。来ました。はい、初めてです。あやさん、ここ初めてなんでね、はい、だからさっきからウキウキと、ウキウキ私のしゃべるの時間取ってよっていう感じだったね。頑張ろう。はい、はい、ということでね、野田さんちさんね、最近めき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 、昔からだよね、非常にあの、ね、あ、熱心に音楽をされたりとかですね、はい、いろんな写真をされたり、絵を描かれたり、うん、最近はマルシェも頑張っちゃったり。頑張ってます。もう本当にね、真面目を地で行く方でございます。音楽なんかすごく好きなんですよ。何あやさん、真面目を地で、はい、真面目だよね。そうですね、まあ、いろんな、ね、本当ね、あの野田さんと初めてお出会いした時にね、やっぱこう自然に、出会った時に、空を見た時に感動して、木を見た時に感動して、小川の愛を見た時に感動して、全てのことに感動されてたという記憶あるんですよ。ああ、はいはいはい、だからね、うん、可愛い子供の心を持ったそんな野田さんが大好きでございます。そんなジジイです。はい、はい、そんなジジイが今夜ないや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 そんな野田さんちがですね、はい、今夜のゲストということでございます。ね、自己紹介ね、ほとんどなんか僕がしちゃったね。そうですね、本当は自己紹介をいただくところなんですけどね、はいはい、いつも喋るんじゃない。そうです、そうです、ね、野田さん、清隆さんの方はね、あ、そうですね、ご夫婦でしたっけ。ご夫婦ですね、多分ね。ご夫婦です ね、 ね、いいですね、はい、ご夫婦揃ってね、やっぱり趣味がこう一致するってね、いいですね。そうですね、はい、うん、意見も全て一致すると。全て一致しますね、はい、家事で、やる時もやっぱり寄り添ってね、寄り添ってね、一緒にね、ね、はい、料理する時もですね、あやさんが料理してるそばで指導する、指導する、指導その位置ね、僕が、はい、清高さんがやってるのをやる、ね、なるほど、そうか、そうか、そうか、なるほど、まあそんなね、いいご夫婦でございます。はい、その方が都会、まあ都会ではないけどね、まあ、市内で言うとね、まあ、街中からね、はいはい、うん、なんかそうなんですよ、誰かに呼ばれて、誰かにライブをやったら、あ、そうなんですよ、ね、めっちゃいいとこやったんで ねとうとうこちらに引っ越してきちゃいました。一目惚れで、いいですね、はい、はい、
の東尾道の住人でございます。はい、住人です。よろしくお願いします。東尾道住人、うん、その1からですね、1曲目を紹介してもらいたいと思います。はい、草津からね、こっちに引っ越してくるときに、妻を口説いた歌ですね。はい、はい、引っ越しをしようよってこう口説くために作った歌です。引っ越しをしようです。川があって綺麗な水が流れて当たり前だけど魚たちも元気に泳いでいるんだ。そこには森があってキキたちが実をつけて都会じゃ見かけないような鳥たちが訪ねてくる。そこへ引っ越しをしよう、二人で一緒に移ろう。街もないし駅もないけど、ないものばかりじゃないはず。見たこともないような美しい景色や考えたこともない素敵な生き方がそこにはきっとある。不安がないわけじゃないけれど、素敵な出来事がきっと待っている。これからもずっと幸せは続く。はい、1曲目聴いていただきました、ね。この曲でですね、奥さんを口説いてそうやってきました、うん、山里へと山里へという感じですね。そう、はい、あやさんどうですか、今こうお住まいになって何ヶ月になるの。あ、1年半ぐらいですかね。もうそんなになるの、はい、そうもうおかげさまで本当にいろんな方に支えていただいて、もう十分堪能されてますか。はい、もうね、なんか毎日発見がありますね。なんか、ああ、はいはい、キツネちゃんも来たみたいしました。来ました。アナグマも来ました。アマゴちゃんも。アナグマ。アナグマ。うん。今モグラがすごい。
あらあらあら見る、もうだってちゃんと見た、見たことある、僕ら見てないけど、動くとか、土が動くとか見ました。あ、今ここ動いとるって。あ、すごいすごいすごい、うん、それすごいじゃん。はい、アナグマはもう出てきましたよ、うん、本当に。お顔出して、ちょっとぼーっとしてました。大体野田さん家に来る動物みんなぼーっとしてる。ぼーっとしてる、ぼーっとしてる、ぼーっとしてる。だって、あの、キツネもさ、なんかさ、なんかあの皿を加えてどこか行ったら。そうそうそう、いたずらだけして帰りました。ホースに穴開けてね。本当にホースの穴開けて。穴開けて。本当にいたずらしかしないんですよ。なんかこう持って食べるんかな思ったら叱られないと思ってんだよ。そうほんまに可愛いな。最近聞いて。でもそんなやっぱりね、そんなレイアウトっていうか大自然の中で、うん、やっぱり好きなね、お仕事もできるし、そうですそうです。好きな曲も書けるし、うん、ね、本当どんな音出したってね、誰にも怒られないし。そう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 。いいね。いいよ。いいですよね。はい、でそんな、あ、いい環境の中で。どうなの今の活動的に言うと、ライブは多いですね。なんかいろいろお誘い してもらって、うんうん、今ほんで、2年ほど前からレーザーカッターを使って、はいはいはい、ちょっと木工を始めてるんで。そうなんだよ、はい、素敵ですね、うん、ネックレスとかね、うん、そういうのマルシェネックレスマルシェ初めてね、はい、うんうんうん、それが、うん、週1ぐらいあって、はいはいはい、今の一番いいのはね、マルシェの会場でライブやらせてもらうのが一番、もう一番いいですよ、いいよね、はい、それがハッピートゥデイさんもね、ハッピートゥデイさんも ね次ね、あの10月のところもね、10月8日にね、船岡山で走ってもらえるので、楽しみです。いろんなところが結構、うん、マルシェとライブを一緒にやらせてくれるんで、うんうん、あのレーザーカッターもなんか割と手軽っちゃなんだけど、そう入手されて、某国の某ちょっとやばい、いや、やばくはないですけどね安いやつをね、あの魚買わない国某国のねあ、やばい、今のとこピーそれいいね、それいいね、忘れてるよピーはいはい、まあまあそうか、うん、でもそれは機械に詳しいの、どうなの。いやでもね、やっぱり機械っていうコンピューターがうまく使えないとやっぱり難しいんで、うん、コンピューターね、いやいや、コンピューターね、うん、はい、なるほど、うん、だからそれで設計デザインがそれでできないとやっぱり難しいんで、うん、ね、説明書もないんで1ヶ月ぐらいね、そういろんなことをやるんだな、宿泊してやっとやるんだ。いろんなことといえば音源制作もしていただきました。あ、そうですよ、あのね、ありがとうございました。ありがとうございます、もうおかみさんでね、あれまた CD にしましょうね。うわ、嬉しいです、CD にありがとうございます、はい、本当にもう嬉しいわ、はい、音源もやってますんで、またね、ぜひあの音源作ってもらいたい方はね、そう、ね、それもあるよね、お仕事もしてますので、うんうん、よろしくお願いします、うんうんうん、格安です、ね、ほんと格安です、もうラジオで聞いてきたよと言えばですね、はい、さらに格安本当かよあやさんのクッキー好きになったりしてねもうそれはつくな、ね、クッキー好きなんで、うん、そうかそうか、でもさ、何人さんかね、やっぱり野田さん家のお家に伺って、そうです、そうです、CD を、はい、レコーディングして、ね、レコーディングされてる方もいらっしゃるということでございまして、うん、ぜひこれまた内助の子がいいですね、そうですね、はい、ちょっと喉乾いたなってね、さっとこうね、そうです、そうです、ハーブティーなんか出てきたりとかね、蜂蜜鍋させてあげたりね、蜂蜜鍋今回いや、マヨネーズ、あ、マヨネーズ、マヨネーズ鍋させてあげたりね、はい、なんか声の調子が良くなるらしくて、うん、マヨネーズをお渡ししたことがある、そうはい、すいません、ちょっとマヨネーズくださいはいあ、そうなんだ、そうそうらしいですよ、脂っ気が、あ、だから野田さんは声がいいの、いや、僕じゃないですよ、そのマヨネーズ食べるのは、そのお客様が、ね、録音に来はった人が、はい、でもそれって本当のことなの、マヨネーズ舐めたら、そっから私もレコーディングの時はマヨネーズを舐めてます、うん、あ、だから綺麗なハーモニーそうかもしれませんね、あ、うちの娘は、うん、ファミチキ食べて、うん、油っぽくしてから歌ってます、うん、だってそれ、だってそしたらさ、あのファミチキ食べたら、
結構唾液が出るじゃん。ああ。だねえどうすんのよ。あでもライブ中はここがカサカサにならへんのかな。あそういうこと、ね。うん、そうそうそう、マヨネーズもそうかな。でそれってさ、その人流なわけでしょ。あその人流。うん、一番いいのなんかこう医学的になんかして。おすすめの。医学的に。おすすめなんかあるの？甘いお茶、いや分かんないですね。なんでしょうね。分かんないです。お茶もあんまり良くないと言いますね。蜂蜜はいいんじゃないの？あ、いいと思いますね。ぬるい蜂蜜がたっぷり入った紅茶？あかんのかな？うん、分からないけど、僕はほとんど何も入れません。ロコの時は。あ、だから乾いた声出すんだ。乾いてますか？いやいや。じゃあちょっと舐めようかな。あ、そうなん。うん、人それぞれやっぱりね、人それぞれなんか、ね、流儀ありますね、うんうんうん、だから録音する時なんかでもあれだよね、ルーティーンがあってね。徳さんなんかあるんですか、そういうルーティーン。ライブ前に歌う前はなんかするみたいな。あ、最近何も気にしてない。ああ、うん、だ昔気にしてた。若い頃はやっぱりなんていうの、そのライブする前っていうのは、うん、飲み食い一切しないとか。あ、それは今もそうですわ、うん、お腹満タンになってくると、はいはいはい、あまり良くない、はいはい、どっちか言ったら空いてる方。そうですね、3時間ぐらい分けますね、うん、でもさ、ほらお酒の出るお店で、うん、若い頃歌ってたんだ、うん、お客さんがね、もう、うん、徳さんどうぞ徳さんどうぞってね、いろいろ何倍も人徳テーブルにさ、ちょっとね、花を生けてあるそのテーブルのところにさ、持ってきてくれるから飲まないわけにいかないでしょ。うん、いただいていいですね。だってお店の売り合いになるんだから。ね、あれ、僕も飲んだら全然ダメですね、うん、あのね、お酒はね、飲んだら、ね、僕の場合は鼻声になっちゃう。鼻が詰まってくるのかな、鼻声になっちゃうね、うん、あ、僕だから鼻シュッシュ。ああ、そうか。天秤スプレー、うんうん、あれはもう絶対必需品です。僕もすっごいずっと鼻詰まって、年中鼻詰まってるから。あ、そうなん。あれをしてからちょっとライブが幸せになりました。それはもう必ず。そこまでしない俺。あ、そうですか。もう全然通らないんですよ、鼻が。夜もいびきすごいし、うん、ああ、そうか、うん、俺全然鼻詰まってないもん。僕、喋り声が鼻詰まってるでしょ。詰まってる。そうなんです、本当に。あとでなんかいるんですよ。なんかいるんですよ、キツネかな。キツネ。そうなんですよ、うん、はい。あ、そうかそうか。でもさ、ずっとずっとね、レイアウト、あの環境だったらさ、素敵な歌ばっかりね、やっぱり愛のある歌ばっかりこうね、作れそうだね。そうですね。大体さ、テーマは曲作りする時の、うん、野田さんのテーマっていうのは何？やっぱり幸せであったりとか、あえて思う気持ちであったりとか。テーマで、うん、テーマ一番多いのはね、どう生きるかですね。あ、結局、まあ、その、うんうんうん、どう生きるかに絞った曲もあるし、うんうん、その愛を絡めても、うん、例えば恋愛のお話になっても、うん、やっぱりその中でどう生きるか、結局ね、なんかこの先ね、ずっとどう生きるんかを考えてるみたいですね。ああ、いいね。あ、いやだからずっと決まらないですよ。分かる、はい、どう生きるか分かる、はい、うん、それがテーマみたいですね。次の曲もそういう、ね、いやだからその曲に結びつけないトークをねと思ってるんだけど、すごい思ってるんだけど、次の曲はね、めちゃくちゃラブどう生きるかの中でもめちゃくちゃラブソングなんですよ、うん、ラブソングなんやけど、うん、その中でもやっぱりどう生きていくのかなっていう、はい、曲紹介をお願いします、はい、野田さんち CD の野田さんちに入っているその先の空という曲です。聴いてください。白を
夢の中のその輝きがさらに光り出すもの、君の悲しみを知ろう、頬に流れる涙の数を知ろう、をつまびく指、寝息の音流れる街、雲を染めてゆく静かな朝焼け、その先の慣れたそのリズム、ということでですね、やっぱりねこの先をですね、いろんな先々のね、どうしたら幸せになるんだろうなんてね、そういったことをテーマにこうほとんどの曲そんな感じで ね、 そうですね、作られてる、はい、非常にお幸せな、いや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 って何それ迷ってる曲が多いですね、大体が迷ってる曲、僕の曲は結構、うん、結構詩的には
そんなポジティブではないんですよ。ああ、そうなの、はいはい、そうなの、そうなの。でもさ、うん、でもさ、誰しもみんな迷ってんじゃん。そうですよね、うん、だからやっぱり迷ってる中で、うん、この曲を聴いたら、うん、あ、そうか、うん、そういう風に考えればいいな、うん、うん、近い未来にこうありたいなって目標を、うん、近い未来にね、うんうん、そう持ったらいいななんてね、うんうん、そういう風な非常にその答えを出してくれるから、あ、答えね、いいんじゃないかな、うんうん、ありがとうございます、うん、それはだってね、土砂降りの夜にさ濃いめの酒飲んだのにえらい違いだわこれそうですよね、そういう、ね、詩が本当にね書けないですよねそういう詩があって、あ、そう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 、そういういい物語性のあるのがなかなか書けない。いやいや、いいんだよ別に。だってケセラセラでさ、うん、っていうなりたい時だってあるじゃ ん、 うん、なるようになるさっていう時だって許してはあったんだよ、うん、ね、お願いだから許しましょうそのくせね、結構僕の場合こう、うん、誰かに対して優しくしたいであるとか、うん、大事にしたいだよ、そういうような曲を、うん、多いですよね、書いたりしてんだよね、はいはいはい、ラブソング、うん、優しいです、優しいですよね、うん、でも過去にこだわってるからいけないね、あー、なるほどね、うん、あ、うん、やっぱりでも過去も大事だし、うん、その過去がまたこれからの未来を、うん、幸せな方向に左右、ね、してくれるんじゃないかなって思ってるから、うん、ね、いいかな、力もらえますよね、またちょっと過去の思い出がね、出ますよ、ね、あれ違う、いや何過去の思い出で何かあるわけ、いいこと言ってると思いますよ、ありがとうございます、はい、大丈夫です、過去の思い出その人ありすぎてなありすぎて、ね、うん、奥江源氏 の、 水着に着替えて奥江源氏の川に飛び込んだら冷たすぎて心臓麻痺を起こしちゃったとか冷たくってすぐ上がりましたね。あ、でもめっちゃ綺麗だったな。気持ちよかった、魚が泳いでて、ね、あんないっぱい卵が泳いでて見えてね、すごかったですよね、魚見えるのって言った途端にさ、あのバニョトイレ水着持ってってね、スキップ踏んで、ね、スキップ踏んで、スキップ踏んで部屋に行って、そう潜りましたね、はい、ね、シュノーケルで ね、 でいいとこです、今年も違う川潜りましたよ、結構いっぱいアユ見て、どこどこどこなんだよ、渋川、あ、いるんだ渋川、もうアユいっぱいいました、今年はアユもいっぱい釣りましたよ、あ、そうなんだ、うん、去年はアマゴ1匹やった6000円のアマゴ、6000円のアマゴ、今年はあのアユは20匹超え、言うても20匹もうみんな釣ってると100匹200匹だよ、ちょっと今ね、はい、頂戴しました、マルコじいさん、マルコじいさん、はい、こんばんは、こんばんは、先ほどばったりと出会いました、あ、はい、配信で拝見しております、ありがとうございます、はい、ありがとう小泉さん、う言うてもだありがとうございます、もうお世話になって差し入れいただいてありがとうございます、お水ありがとうございました、ね、はい、本当に嬉しいですね、某ハトのマーク の、 あの建物で出会いました、あ、そうなんですか、はい、さっき、はい、あ、そうか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 、いや、俺も出会ったのかなって今、あといろいろね出会いました、野田さんちだけ出会ったの、いやいや知らないけど、うちは出会いましたよ、出会いました、あ、そうかそう、いや僕もどこで出会ったんだろうななんて思ってね、ひょっとしたら前にいてくれるのかななんてね、思いながらキョロキョロしてるんですけども、こっから見えないです ね、 ね、はい、前の方聞こえてますかなんてね、時々ね振ってみたりして、はい、そんなこんなでですね、そうそうそう、これからだって結構いろんなほらマルシェであるとかライブであるとか結構あるじゃない、はい、予定が、はい、ちょこっとその辺を、ありがとうございます、ちょこっとでもないな、がっつりと、ありがとうございます、うん、ね、マルシェはね、今回は結構マルシェはもう、うん、毎週どこの後で出してるんで、はい、今回はライブのみを、あ、はい、2ヶ月分持ってまいりました、お、2ヶ月分、はい、
はい、9月9日土曜日1時30分から、はい、ブルーメの丘で、うん、これはね、僕バンドを野田さん以外に2つやってるんですよ、うん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 、で今はインフューチャーっていうで、これはねドラムスはね西田健二といってね、うん、あの伝説のドラマーでね、もう20年以上やってるんですけどね、すごいあのバンドを従えてたあのドラムので、それプラス今サックスとベースが入ったインフューチャーというバンドが今度東川さん、あそうそうそう、はい、東川さんとね、うん、これブルーメの丘で9月9日です、うん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 、それから9月のこれ中でしょ、ブルームの中です、中なんですよ、はいはいはい、だからお金いるんですよ、入場料いりますね、そうそうそう、日野、うん、日野の方は無料みたいですね、あそうなの、日野の方は無料、でもあの犬の散歩の日野に犬は入園料かしらで犬の散歩に来てんねや言うてあった人は、うん、でもな犬は入場料いんねや言うてありました、あ冒涜さんの知ってる人ですけどねワンコインでしょダジャレ、ということで9月16日は、はい、次行きましょう、次はね、うちのね、高尚寺でね、これはあの、うん、マルシェと一緒に、ライブもやってましてね、どこどこどこ、これ宇治なんです、宇治の高尚寺という、あ宇治ね、本当に、内神神社とかあの辺にあるんですけど、とっても綺麗なお寺です、うん、それから次の17日はもう一つのバンド、アスマシングライフという、これはあの、うん、ジャズのピアニストとジャズのサックスとでちょっと しっとりとねやるっていう感じで、これは大津のマルデっていう、ここはね行ったことないんですけどね、うん、めっちゃくちゃランチが美味しいらしいです、あはい、もうめっちゃもうただもうランチよく食べようと思うと予約を取らんとなかなか行けないところだそうなんで、僕らも予約入れてから行こうかなと思ってます。それから9月24日これあの難病応援センターってね、はい、今回5カ所にね、うんうん、新しくできたところで、はいはい、井上さんがね、あそうです、そこに、はい、あのご機嫌さんライブで呼んでいただきました、はいうん、次はね10月8日ですよ、船岡山大事なところです、はい、もう一度次ね10月8日のと船岡山公園でその日ライブあんの？ライブあるんですよ。僕とバッティングしてる。バッティングしてるでしょ。場所も多分バッティングしてるんやと思うんですよ。はい。今回後で凝ってると。今回ライブはね3回目。はい、でも船岡山公園のこの企画は2回目で、うん、野外を、あと今年から今回からなんと、うんうん、マルシェが出展されるということ。もう、ね、うちも出展させていただきます。はい、徳さんめちゃくちゃ。頑張ってやってくれてあるんでね、ありがとうございます。候補は本当にいい、これからも東近江のいい、うん、フェスになると思います。よろしくお願いします。あとは頼むぜ。はい。船岡山、はい、これも10月8日土曜日、はいはい、船岡山公園芝生広場、はいマルシェもやってます。もうこれまた出はる10組ぐらいのね、うん、方々がもう本当にみんな素敵なアーティストさんばっかりで、うん、です。はい。はい、その後またあのハッピートゥデイといういつもあの妖怪地のおしゃれなカフェお世話になってますけど、そこでもマルシェとライブをやらせていただく、はい、ライブはこんなもんですかね、あとはまたいろいろちょっと入るんかわかんないんですけど、はい、そうですね、うん、よろしくお願いします、はい、またまああのフェイスブックだとかね、はい、インスタの方でね、チェックしていただきましたら、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、ではじゃあ次のこれは何、インストあそうなんですよ、僕個人であのギターのインストの CD も出してまして、はい、その中から1曲ボンファイアという曲です、
はい、スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設、滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は074823-2233 074823-2233 です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、続きましてライブ情報のコーナーでございます。先ほどね、野田さんの方からはですね、バッチリとね、2ヶ月分かな、はい、にわたる、はい、ね、ライブの告知がございました。じゃあこちらですね、ミュージックボックスからまたですね、ライブ告知をしたいと思います。まずは9月の10日の日曜日でございます。こちらスネークさんからいただいております。京都のセカンドルームさん、ミュージックジャンクションボリューム79、スネークさんもちろん出演されるということで、オープンの方は12時、お昼の12時、スタートは12時30分。スネークさんの出演時刻は12時30分から13時までということでございます。チャージの方は1500円プラスワンドリンク500円。こちらね、セカンドルームさんはツイキャスの有料配信もされております。ツイキャスの有料配信チケットは1500円となっております。それからですね、大変たくさんの方に今すでにもう本当にお世話になっております。こちらでございます。船岡山野外音楽フェスボリューム3プラスハッピーマルシェが、10月の8日の日曜日開催されます。はい、観覧は無料となっております。音楽フェスの方はですね、午前11時から午後4時までということでございます。滋賀を拠点に活躍のミュージシャン多数出演ということで、ざっとですね、出演者を紹介させていただきますと、スネークさん、トニーレブさん、ショコラトゥーさん、ノラクラポーンさん、琵琶湖少年少女混声合唱団さん、ミュージートク野田さんちさん他という形でございます。そしてこのハッピーマルシェ、これはですね、11時から4時まで開催されるんですけども、県内外で人気のお店がドドーン、しかもワークショップなんかあるんですね。何するのって言うたら、まあ、ここで種明かしますと、スライム作りやっちゃうんだなんてね、もうお子さんたちにも大人気ということでございます。そしてですね、何も持たずに行きたってですね、ちゃんと軽食コーナーが充実しております。午前11時から2時まで、売り切れ次第終了なんでございますが、なんとどんなお店が出るの、はい、和食屋さんのお弁当、そしてベーグル、カフェとかサンドイッチ、ね、盛りだくさんの内容でございます。こちらはですね、
当日ですね、一戸地区のですね、ふれあいフェスタというのがございまして、第一会場はですね、一戸の旧小学校のグラウンドでありまして、第二会場はこちらの方で、音楽フェスとマルシェをするという形になっております。こちらは一戸地区のまちづくり協議会さんも共催となっております。ぜひ、お楽しみにね、あのシートなんか持ってきてね、千葉広場でね、広げて、楽しい一日思い出作りをしていただけたら非常に嬉しいかというふうに思っております。以上、ライブ情報のコーナーでございました。はい、ということでございまして、はい、ね、駆け足で、ライブ情報をね、素晴らしい、すごいですね。もうこれね、野田さんのね、ライブ情報もですね、ぜひね、野田さんちさんのですね、フェイスブックだとかインスタをチェックしていただきたいというふうに思います。そしてまたね、スネークさんの方もですね、ライブ情報なんかもインスタでチェックしていただけたら嬉しいかなと。そして、ガモの万葉フェスタっていうですね、インスタがございます。そちらの方に、船岡山の野外音楽フェスプラスハッピーマルシェ、の方もですね、おいおい、今もですね上げております。ちょうどですね、今日このチラシが上がってまいりました。こちらですね、ちょっと拡大コピーしましたが A4 版でございましてですね、このチラシをラジオを聞きの方ですね、まあ、見てみたいな、欲しいなという方はですね、こちらのラジオブースの道路側かな、うん、ラジオブースの向かって、左側の方にですね、とりあえず30分ほど入れておきますんで、どうぞ持ち帰っていただいて、ぜひですね、楽しい秋の一日ね、皆さんでね、過ごしていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。はい、野田さん、そんなところで、大丈夫でしょうか。インスタねアップ、じゃんじゃん、フェイスブック、はい、よろしくお願いします。じゃんじゃんと、ここね、はい、ここってラジオやな、はい、あ、ここどこ、はい、インスタ野田さんちで検索してもらうと、はい、出ると思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、それではですね、うん、またまたここで一曲ね、これもですね愛を語ってますね。はい、そうですね、曲紹介をお願いします。だいたい今笑ったわ、あやさんがちょっと笑ったんです。愛語ってってますよね。はい、語ってますよ。本当に、野田さんちファーストアルバム。感じて。はい、感じてください。はい、野田さんちファーストアルバム、野田さんちよりそこにいるだけでです。何もできなくなった時は、静かに降る雨音を聞き、道草楽しんだあの頃、思い出して微笑めばいい。空はいつでも晴れてるわけじゃない。前へ進まなくてもあなたはそこにいる。あなたがそこにいるだけで幸せな人がいる。幸せな人がいる。何もできなくなった時は、
木漏れ日のさす庭に出て、幼い頃の子供たちを思い出して微笑めばいい。空はいつでもみんなを包んでる。前へ進まなくてもあなたはそこにいる。あなたがそこにいるだけで幸せな人がいる。幸せな人がいる。はい、ということで聞いていただきました。本当にちゃんと僕たちもきちんと聞かなきゃいけないよ。僕聞いてますって、はいはい、ということでございましてですね、うん、あのそこにいるだけで非常に愛の、ね、感じる、ね、楽曲でございましてですね、あやさんがしっかりと受け止めております。もちろんファンの方も皆さんしっかりと受け止めておられます。ありがとうございますね、あやさんしっかり、はい、ありがとうございます。何それこういう感じが人気あるんですよね。そうなんですか。そうなんですね。そうアイドルのアヤですよね。うん、あらまナナヤ、え、アイドルなんでしょ。人気あるんですか。アイドルですか。アイドル、アイドル、いや、徳さんもアイドルなんですよね。アイドルですよ。どういうことですか。え、何、僕、うん、自分のこと選手言ってありましたやん。あ、僕はね、あの高齢者の方のアイドルなんですよ。もともとあの年上の方がね、若い時からね、年上の方をもう好きだったんですね。あ、うん、今この年になるとなかなかいらっしゃらなくてね。いらっしゃらなくてね。そんなことないですよ。そんなことないですよ。まだまだお元気な。ここ数年の間にね、あの年下、あ、年下のね、もうね、若い子は無理。あ、うん、ちょっとしたね。ちょっとしたちょっとしたぐらいですね。ちょっとした、ちょっとした、ね、今何言ってるんですか。僕の何、告白タイムなの。いやいやね、もうラジオでは何が起こるかわからないということでございますのでですね、あと野田さんほらね、あの得意なもの本当に何でも得意なんだからさ、あえて、はあ、これだけは私の作品を見てほしいかななんて趣味あるんですか。そうですね、あのまたあの結構な、僕の Kindle に写真集をもうやっと出ました、ね、449冊も出してるんです。あ、すごい。はい、あのすごいね。Kindle で野田清隆で検索してもらうと、うんうんうん、あの写真集いっぱい出てきますんで、ぜひ、あの綺麗な、大人気でしょ。大人、今ね、ちょっとずつちょっとずつ、はい、Kindle は飛んでいくってやつ、ね、Kindle は飛んでいく。はい、そう、はい、その通りです、ね。はい、ぜひそれをね、見ていただきたいのとね。見てもらいたい、ね。はい、今ちょっと頑張ってね、また水彩画描いてるんで、うん、またどっかでそのギャラリー開きたいなと。最近あんまり出てないよ。あ、わかりました。またあの、うん、SNS で上げておきます。あ、鳥が出てたかな。あ、そうですね。鳥ね。今ちょっといろいろ技法をね、うん、模索中で。あ、はい。そうなんだ。
そうなんだ、大変。いや、もうやめとこう、親父ギャグ。これじゃ言ったらね、なんてラジオだなんて思われたのね。はい、もうそれから。あの、言うてるやんか。やめて、自分だよ、もう俺。すいません、ということでございましてですね、本当にね、うん、最後の曲になってしまいますよ。はい、よろしいですか。ありがとうございます。この曲はですね、りゅうくんもね、あ、そうなんですよ、僕一回聴いたこと、また聴いてもらっ、聴いたことないんですけど ね、なかなか聴きたい曲です。あ、ありがとうございます。曲紹介お願いします。はい、野田さんち、セカンドアルバムお引越しより年を重ねてという曲です。君が一つ年を重ねた、それはとても素敵なこと。もちろん失うものもあるけど、それにも増して得るものがたくさんある。例えば優しくなれたり、たくさん感謝できたり、人の悲しみに涙流せたり、喜びに心から拍手が送れたり、タイムマシンがあっても僕は過去には戻らない。もちろん青春の日々は楽しかったけど、それにも増して今が幸せだから。10年前より去年が、去年よりも今年が一番輝いていられるように、その輝きを更新していけるように。目尻に一つ笑いじわがまた生まれた。もちろん気になる気持ちはわかるけど、笑いに包まれた日々を過ごした宝物。自分
幸せになっていく。ただいまの時刻は58分8秒を回ったところでございます。ゆうきちゃん、チャットいただいてありがとう。金魚いつも死んでしまう。なんやそれ。うん、そうかそうか、泣いちゃうよな。うん、だって金魚じゃなくてゆうきちゃんのとこね、可愛い猫いっぱいいじゃないね。おとなしいんだわ。白黒パンダなんだわ。かわいいんだわ。猫大好き。大好き。あ、いいな。今度ね、あやさんがね、ボイトレに伺いたいって、あ、ボイトレじゃない。いうことでございまして、またね、伺うかもしれませんね。ありがとうございます。あっという間の1時間がですね、あと1分で過ぎます。あっという間でした。ね、あっという間。今日だって、あやさんが、もう大半しゃべり突っ込むなんて言ってたんやけど、言ってなかった。言ってません。言ってなかった。どうしてもね、やっぱりご主人さんがね、しゃべりすぎましたから、頼りにしてます。前に出てね、散歩下がって死の鏡踏まずね。そうまあそんなね、あやさんのためにね、そうしてるんですよね。本当は自分がそうしたんだから。いやあやさんのためになって、これでまたあやさんファンが増えるんで。ああ、そう、はい、それは嬉しいことで、はい、まあ、そんなですね、非常に仲睦まじいね、野田さんちさんのユニット、野田清隆さんとあやさんをですね、ゲストに迎えてお届けいたしました。来週は第2週だ。はい、ゆうきちゃんだよ。来週のね、パーソナリティはゆうきちゃん。ぜひね、来週もね、ご覧、またお聞きいただきたいというふうに思います。さよなら。さよなら。さよなら。